ようございます。音色の紡ぎ手、比嘉あかねです。今日は何日だ ?4 月6日の木曜日ですね。約ね、2週間 ?3 週間ぶりぐらいの放送になります。なんかね、今日もね、本当はまあ聞いての通り、風邪をひいてまして、声がね、ちょっとかすれていたり、まあ、弾きながらね、咳き込んだりもね、していたんですけどね。だからね、なんか休もうかなとも思ったんですけど、なんか今日休んだよね。私、Facebook ライブをね、やってたことも忘れそうとか思ってね。なんかそんな気分になったので、やっちゃおうかなと思って、なんかいきなり始めました。ね、実はFacebook ライブではなくて、まあね、今ご依頼いただいている曲を動画撮りながらお客様にまた見せようと思ってたので弾いて撮ろうと思っていたんですけど、それをなんか準備をやり始めたら結局ね、機材がこう揃ったのでFacebook ライブもできちゃうなみたいな感じで思ったのでね、今日またさせていただいてます。よろしくお願いします。でまあね、いきなりやるっていうことに、まあ、決めたっていうこともありまして、リクエストもねいただいているんですけど、リクエスト曲はね、ごめんなさい、弾けないっていう来週弾きますみたいなね感じなのでごめんなさい。じゃあね、そんなにね準備をしているわけでもないまま始めたので、まあ、いつものようにね即興でいきたいと思います。まあ本当に春になってきたので今日は暑いぐらいですよね。春、何しようかな。春というイメージで弾きたいと思います。はい、では春のイメージで即興で弾きたいと思います。聴いてください。リラックスしていただけたら嬉しいです。春をイメージして弾かせていただきました。はい、弾きながらね、こう鼻水がツーってから出てくるんですよ。
予想外の出来事でね、大丈夫私って思ったんですけど、鼻水がこう光ってからね、画面に映ってたらちょっと恥ずかしいなと思いながら弾いてましたけど、春をイメージして弾きました。はい、ありがとうございます。もしね、見ていてくださる方はコメントお願いします。あ、千春さんありがとうございます。癒しをありがとうって書いてる。移動中で聞いてます。はい、体調大丈夫ですか？お大事に。ねえ、ほんと風邪をひいてるんですけど、まあね、発端はね、先週の日曜日に畑に行ったんですよ。で、まあお友達の畑で収穫祭ということでね、みんなですごい大量のね、畑野菜をね、子供たち連れて家族でみんなで収穫しに行ったんですけど、私大体畑に行ったら体調崩すんですよね。なんていうの、まあね、その友達とかの、まあ、グループのね中で考えてることで言わせてもらうと、自然のね中に行くと、なんていうの、好転反応みたいになるんですよね。どれだけこう、なんていうのかな、この電化製品とかに囲まれて、あとはなんか暴飲暴食したりとかね、不節制な生活をしてるかっていうのを、私は畑に行ったら大体思い知らされるんですね。で、前も畑に行ったらね、着いたところで気分が悪くなったりとかしてからね、そんな人なんですよね。だから、行ってからもう、なんていうの、喉も痛くなって、咳込んでいてね、熱は全然出ないんですけど、まあ、鼻水もこんな上々出てきてからね。だからまあ、ある意味ね、デトックスですよね。畑に行ったおかげで、まあ、無農薬のね、完全に無農薬の、畑に行ってやってきたので、まあ、ある意味体の中にいらないものをが入ってるものを排出したらいいよっていう意味でね、多分いろんなことがね、体に起きてるんだろうなと思いながら、まあ、一緒に行ったね、上の子供も下の子供も風邪ひいてますけど、なぜかね、うちの夫だけ元気っていうね、あの人逆に大丈夫なのかなみたいなね、まあまあそれはいいとして、はい、畑で収穫してきましたので、畑の曲とか言ったらよ、ね、弾いてみようかな。今日実はですね、いつも毎週木曜日の11時半ぐらいから始めてるんですけど、今日はね、いつもよりも早めに始めたんですけど、まあ、それがなぜかというと、うちのね、娘が月曜日から保育園を転園して変わったんですね。で、そしたら忘れてたんですけど、奈良市保育というものがねあってね、今週午前中でお迎えに行かないといけないんですよ。だからね、あ、そういえばそうだったって思いまして、だからね、なんていうの、早めに始めてから早めに終わって子供を迎えに行こうみたいなね、なんていうの、自然にありがとうという曲を弾こうかなっていう話が変わってるっていうね、すいません、子供をね早めに迎えに行くために早めにライブを始めましたっていう話でしたね。で、ごめんなさい、この辺の頭でね、次何弾こうかなってね考えながら喋ってたもんですから、話がちょっとなんか入り混じってしまいましたけど、あ、高子さんも聞いてくれてる、ありがとうございます。風邪なんですね。そうなんですね。で、あかねさん、心地よいメロディーをありがとうさまって、ありがとうございます。はい、じゃあね、畑に行ってからね、風邪もひいてますけど、自然に感謝しようということで、自然にありがとうって書いたっけな、うん、自然にありがとうという曲を即興で弾かせていただきたいと思います。聴いてください。
畑に感謝という曲をね、弾かせていただきました。もうね、おかしいよね、唾も飛んでますみたいな。ちょっと待ってくださいよ、今ね、弾いてる間にね、ガチャーンってからね、これ消す、何でしたっけこれ、ホワイトボードマーカーのね、消すやつが飛んでったんですよ。はい、というわけで、春、何だった、自然にありがとうというね、曲を弾かせていただきました。なんかね、なんだっけな、今日さっき弾こうと思った曲があったんですけどね、なんだったっけな、あ、わかった、ね、曲名がでもね、わかんないな、なんだったっけな、私のお墓の前でって言ったね、ちょっと待ってくださいよ、検索します。泣かないでください、千の風になってでした、失礼いたしました。これね、うちのね、夫がね、朝からよく歌うんですよ、なんでかわからないけどね。なので、あ、これなら弾けるかもって思ったので、ね、心地いい風と一緒に聴いてもらえればいいのかなと思うので、弾きたいと思います。ちょっと待ってくださいね、千の風にですね、はい、では弾かせていただきます。Thank you.
千の風になってを弾きました。なんかね、本当便利な世の中ですね。あのこの隣にねパソコンを置いていたら検索して曲名も探せるってもう素晴らしいですね。まあね、こんな感じにこう文明の危機に囲まれて生活しているので、畑に行ったら風邪をひくっていうね、そういう感じですけれども、はい、このね千の風になってっていうね歌、すごく深い意味があると思うんですけれど、なんかねこれを弾くと思い出すというか、あの私もね父がもう若い時に他界してるんですけど、うちのね夫もね、もうなぜか本当にあの近い時期にあの夫も父親が亡くなってるんですね。で、なんて言うんだろうな、あの思い出すのは、私こうピアノを習っていた、私が本当に大好きなピアノの先生が言ってたんですけど、自分の親はね、あのみんなねいつまでも生きてると思ってるもんだよって言ってたんですよ。で、ああそうかって、その時まだね学生、中学生とか高校生ぐらいの時期だったので、でその先生がね、いつまでも生きてると思っているけどそうじゃないから、あのいつかね親はね旅立つっていうことをね、あの頭に入れて親のことを大事にするんだよっていつも言ってたんですよ。だからそれをなんかずっと思っていて、でまさかね、あの私も、まあ、うちの夫もそうですけど急にね亡くなったので、なんて言うんだろうか、心の準備もできてなかった状態だったんですけどね。でもなんて言うんだろう、ああこれかって思いました。でもなんか聞いて、先生にそんな風に言われてたから、あの心の準備ができていなかったようで、できていたのかわからないんですけど、でもなんか多分ね、あのどんな親でも、あのどんだけ、まあ、例えばね病気をされてるとかっていう形でどんなに尽くしても、多分見送る時って後悔すると思うんですね。で私もその時なんかたくさん後悔があったんですよ。でもなんかだから、あの自分のね親、まあ、今生きてるね母親が生きてますけど、大事にしたいなと思いながら、めっちゃ喧嘩するんですけどあのね、母はね私と似てるのか分からないけど、だけどね、あの血が頭に上りやすくてね、2人でいるとねしょっちゅう喧嘩するんですけどね、でもまあ仲良くやってます。そんな感じでね、だから皆さんも親をね大事にしてほしいなと思います。まあ私もそこまでまだねできてないから、人にそんなに言えるような立場ではないんですけどね、でもそんな気持ちになって、今ねちょっとね思い出してからね、久しぶりに思い出したらなんかうるっときましたよね。で、なんか風の鼻水じゃない鼻水が出てくるみたいなね感じですけど、はい、じゃあね、すごい皆さん見てくださってありがとうございます。もしね、あの見てるよっていうコメントだとかね、あとはねシェアしていただけたら嬉しいです。でね、あそう、ひろみさんも、あともこさんもありがとうございます。今日ねリクエストをねいただいていた曲をね、ごめんなさい、準備がねいきなりやろうと思ってからやっちゃったので、本当は休むつもりでね、あの準備できてないんですね。なので今日はねほぼ即興でいきたいと思っていますけども、どうしようかな。やっぱりお昼などで、お昼前なので皆さんリラックスしてほしいから、ね、最近ね私の中でね、なんか流行ってる曲っていうか、あの私が本当の自分に戻るっていうの、あの本当のあなたを生きるっていうことがとても大事だなと思っていて、本当のあなたって曲名書いたけど、何が言いたいかというと、なんていうのかな、みんなあのね本来やりたいこととかがねあると思うんですけど、まああのいろんなね社会に出てたら、いろんななんていうの、しがらみだったりとか、こうあらねばならないみたいなね縛りに割と縛られてるというか、その枠の中で生きてるから、そうじゃなくて本当は自分どうしたいのかなっていうね、自分の声にももっと耳を傾けて、あの傾けられたらなってすごく思っていて、まあ今私自身は自分がまあピアノを弾きたいと思ってるから、それをね、あの実践中って言ったらおかしいですけど、あのピアノを弾くということをね、あの生業にしてるんですけれども、なんかこう自分の気持ちに従うというか、自分の気持ちがどこにあるのかなって気づくこともとても大事なのかなと思うので、なんか本当のあなたを生きるっていうあのすごく思っていて、まあ本当の私は生きるでもあるんですけどね、
それをテーマに一曲弾きたいと思います。聞いてください。本当のあなたを生きるっていうねテーマで、本当のあなたっていう題名にしたんでしたね。はい、なんかね、まあ自分らしく皆さんがね、うちにねある輝きを持って生きていけたらいいなと思いながらピアノを演奏させていただいています。あ、なんかコメントいただいてますね。ちょっとコメント見ます。じゃじゃん。あら、見えないありがとうございます。あ、あかねさんのピアノに癒されます。きょうみさん、ありがとうございます。あ、ひろみさん、はーい、あかねさんって書いてる聞いてます、見てます、素敵って。あ、きよみさん、ありがとうございます。あー、いいね。あ、ダイビングで海に癒されて、休憩時間にあかねさんに癒されて最高ですって、ひろみさん、ありがとうございます。はい、
本当の私は何だろうと考えながら聞いてみましたって、ともこさん、あ、素敵、いいかも、これね、何回も聞いてください、プイッとして。っていうかね、本当に、あ、これが私ってね、ハマってたらいいと思うんですけど、本当の私っていうのね、なんかすごく、やっぱりみんなね、自分自身をやっぱり思いっきり生きてほしいなって、まあ、私も含めて思うので、それをテーマにして、今後もね、ピアノを弾いていきたいなと思っています。でも勝手に締めようとしてるんですけど、今日はね、ちょっと喉がちょっとイガイガしていて聞き苦しい点もあったと思うんですけれども、最後まで見ていただいてありがとうございました。じゃあ最後にね、なんだっけか、ちょっとね、何ダウンでしたっけ、クーリングダウン、違うね、何だったっけ。お昼前なのでね、ちょうどね、皆さんが、リラックスできるようにこうかなと思うんですけど、いいこと考えた。風を感じてにしよう。今日ね、ちょっと湿気ってますけど、いいね、風が吹いてますので、ぜひ風を感じて、ああ、気持ちいいと思いながらね、過ごしていただけたらと思います。じゃあ、風を感じてを、最後に弾かせていただきます。聞いてください。風を感じてを弾きました。風を感じていただけましたでしょうか。はい、というわけで
今日ね、またいきなりさせていただいたんですけれども、あのね、いきなりやったのにかかわらず、たくさんのね方に見ていただけてとても嬉しいです。ありがとうございます。あのね、できる限り毎週やろうと思っています。来週やるときにはもっとね、あのこの鼻水がツーとか垂れない感じで、あのもっと元気にね、まあ元気なんですけどね、あの体の調子が悪くなっているので、来週までにはしっかりと直して、あのね、もっとあのいい声でお届けできたらなと思っています。ぜひあの毎週木曜日だいたい11時半ぐらいからお昼にかけてですね、やっていきますので、また楽しみに見ていただければと思います。今日もご覧いただいてありがとうございました。また来週。